で、マイコンボードの電源にこのプロービングしてます、はい、で、この電源のノイズ、はあ、電源ノイズを見ています、はい、あで、波形何ですか。この電源これ 3.3 ボルトで駆動してるんですね、はい、3.3 ボルトで駆動してますので、はい、電源ですから、はい、1本ピーンとなってますよね、はい、3.3 ボルトで DC でございますので、はい、でこれをズームしていくと、はい、これだけノイズが乗っている。あ、本当は1本じゃなきゃいけない。本当は1本じゃなくて、ノイズの原因って何なんですか。ノイズの原因、いいところですね、はい、ノイズの原因が何なのかというところを、はい、探るためのデモンストレーションなんですけれども、はい、このマイコンのボードはですね、はい、ちょっと グランドが甘いんです。グランドって何なんですか。グランド、あー、あの、アース、あ、アース、アースゼロの、あの、ゼロ、ゼロ、ゼロ点ですね。で、このボードのゼロ点と、はい、このマイコンのアース点、ゼロ点がちょっと違うために少し電位を持ってるんです、はい、でそれがゆえにこれが動くときに、はい、こっち側の電源ラインを揺らしてしまってるというところなんですね、はい、でそれがここのところに出る。ですから、実際に、はい、マイコンが動いてガッと動くときに電源ラインもガーッと揺れている。あ、そういうような、電源の品質を、クオリティを見るデモンストレーションです、はいはい、これは電源なんですか。これが電源です。これは、あ、これはですね、これロジック波形というんですよね。そうです、これはロジック波形で、はい、ここのところのこのピンからこのロジックを持ってきてます、はい、うん、でこれはですね、このマイコンは何をするマイコンなのかというと、はい、ここの LED を光らせるマイコンなんですね、はいはい、ただそれだけの回路です。なんでこんな大きい回路があるんですか。あ、必要なんですか。こんな大きい回路は必要ないです。ただこれはデモで作っただけなんで。ああ、なるほど。そういうようなものです。ああ、なるほど。この D1 とか D2 って何